ゆうのややさん、こんばんは。カブさん、そういえばパリのトコジラミはその後どうなりましたか？今韓国でもすごいらしいですよ。ベルギーにも来てますか？来年パリ五輪なのでトコジラミの行方も気になりますね。最近そういえばあんま話題になってませんね。あれからどうなったのかな。カブさん、11月23日は勤労感謝の日で、日本は祝日お休みです。勤労感謝の日は普段働いている人がお休みする日だと思ってたら違うみたいですよ。毎日働けることに感謝をする日なんだそうです。カブさんも勤労感謝の日なんで感謝して頑張ってくださいね。なるほど、面白いですね。働けてることに感謝っていうことね、つまりね。なるほど。働ける喜び、皆さん感じてますか？カブさん、生成 AI の技術が進化してますね。偽の岸田さんとか安倍さんのフェイク動画も見ましたけど、声もそっくりだから信じる人もいそうですね。でも絶対言わなさそうなことを言っているから、ちょっと考えると、見破れそうです。素人でも、誰でも作れるから厄介ですね。いやー、なんかでもこれどっかで見たことありますよ。岸田さんを陥れるためになんかそういうの作ったりしてる人もいるっぽいですよ。で、今は簡単に見破られますが、今後どんどん進化していきますのでね。はい、マイクバーティラさん、どうもです。カブくん、こんばんは。違いよ違いよ、白子隊じゃなくて白子隊です。すいません、間違えましたね。白子隊ですよ。会津でそんなこと言ったら叱られますよ。明治維新、後、会津藩の元藩主は、いい職にありつけず、多くは、警視庁の、巡査、警官になった人が多かったそうです。そこで起こったのが、明治10年の西郷隆盛の反乱、政府軍の兵士不足で、警視庁の警官まで動員されましたが、会津藩を潰した薩摩への憎しみは激しく壮絶な斬り合いをしたそうです。はい、ということなんですね。だからあれか、なんか因縁があるんですね。でもなんか実際ね、因縁があるよ、因縁がある土地に行くとなんか、怪奇現象が起こったりとか、健康的になんか体を悪くしたりとかなんかあるらしいですよ、なんか。はい、では一旦動画を止めていきたいと思います。